今日は2022年最新のオランダ移住方法について話していきます。この動画を見ることによってオランダ移住がざっくり理解できます。いつか海外移住してみたいなとか、今円安でやばいとか、日本から脱出したいって思われている方いらっしゃるかもしれません。ですけど、思ったほど海外移住はハードルが高くないので、ぜひこの動画を見てください。僕のチャンネルでは海外移住に関する動画を上げています。チャンネル登録1万人目指してます。たくさんの方の移住のサポートができたらなと思ってますので、まだの方はチャンネル登録とか、この動画いいなと思っていただけたら、いいねボタンもお願いします。それでは行ってみましょう。はい、どうもこんにちは、オランダ在住のしゅんです。今日はですね、オランダ移住方法というテーマについて話していこうと思います。最近先進国ですと結構ビザ取得が難しくなってきてるんですね。僕も過去にオーストラリアのビザをね、申請したことがあるんですけど、たまたま難しくなったタイミングだったんで、ビザが下りなかったんですよね。そんな中、先進国なのにまだ比較的ビザが取りやすい国があるんですね。それがオランダなんです。で、しかもですね、ビザ取得の条件に言語能力は一切必要ないんです。英語とかもちろんオランダ語も必要ないんですね。その移住資金もビザ取得だけだったら数十万円ぐらいできてしまうので、まだまだ穴場なんですよね。まあ、だけど今後どうなるかわかんないので、もしかしたらね、オーストラリアのように急にね、難しくなる可能性もありますけど、でもまだ今のところ簡単なんで、今のうちにですね、ビザを取得して、日本とオランダの2拠点でね、活動することもできるので、あと5年住むとオランダ永住権とか、ヨーロッパ永住権もね、取得できるので、そうなるとヨーロッパ25カ国プラス日本で住むことができるので、まあ選択肢が広がりますよね。なのでですね、海外永住を検討される方はぜひね、この動画最後まで見ていってください。で、ちなみにですね、過去の動画でオランダ永住方法の動画を出したことがあるんですけども、この動画ね、相当細かく話してます。今回はですね、ギュッとね、コンパクトにまとめて、ざっくりですね、オランダ永住のショートバージョンとしてね、お送りしたいと思います。なので実際にね、オランダ永住検討される方は、まずこの動画をね、ざっくりこう理解した上で、この長い動画を見るとよりね、理解が深まると思います。ちょっとね、昔の動画すぎてね、恥ずかしいんですけど。で、あと今日の動画は、その僕もね、このビザで2年半ぐらいね、今住んでるので、最後にですね、デメリットみたいなこともね、話していきますので、ぜひね、最後まで見ていってください。はい。で、今日の内容はこんな感じですね。で、まず最初にビザについてですね。で、ビザの種類は、企業ビザって言われてるビザですね。まあ、個人事業主ビザとか、フリーランスビザって言われてますけども、で、この条件がね、こちらになります。まあ、ざっくり超簡単にまとめると、オランダの銀行口座に約60万円分を置いて、起業すれば OK です。まあ、かなりざっくりなんですけども、この条件のね、最後にある、住民登録って言葉があると思うんですけども、ここがね、ちょっとネックなので、この動画最後のトピックの、そのビザの落とし穴ところで話していきます。で、起業って聞くとハードルが高いなってね、思われる方もいらっしゃると思うんですけど、意外とね、難しくないです。しかも業種はね、たくさんあるんですけども、こちら、オランダナウさんのね、記事なんですが、こんな感じで業種がね、いろいろあるんですけど、これ以外でも全然オランダで起業ができるんですね。オランダの商工会議所のホームページに行くと、SBI コードっていうね、コードがバーって並んでいて、その中にめちゃくちゃたくさん職業、業種が並んでるので、概要欄にね、リンク貼ってますので、ぜひね、そちらのリンクも見て参考にしてみてください。ただですね、これに載ってる職業でも確実にビザが降りるってわけじゃないので、後ほどそのことについても、移住の流れのね、トピックで話していきます。で、その企業ビザっていうのはオランダで起業をしないといけないんですけども、まあ、日本でいうところの、その開業届みたいなもんですね。一応って会社ではないので、個人事業主の開業届ということなんで、そこまでですね、ハードルは高くないです。なので今日本でフリーランスとして働いている人は、その職業でもしかしたらオランダで起業できるかもしれませんし、実際にこっちに来て日系の企業から業務委託として仕事を受注してもいいので、なので英語とかね、全然使わないで日本語で仕事をしている人もいます。で、現地での働き方については他の過去の動画でも紹介してますので、そちらもね、参考にしてみてください。で、会社勤めの方もいらっしゃると思うんですけども、今のうちにそのフリーランススキルの習得だとか、副業とかをね、しておけば移住の可能性もあると思います。ですけど、何もスキルがなくても移住はできます。他の先進国のビザってもう法律でガチガチに固めてるんですね。ですけど、オランダはまだ緩いというか、法の抜け穴っていうのが存在していて、そこをついてビザを取得している人もいます。これはですね、結構グレーすぎるので、まあ、YouTube では言えないので、まあ、どこかのね、個人的なプラットフォームでシェアしたいなと思っております。で、企業ビザの条件のまとめとして、オランダで住民登録した上で、銀行口座に4500ユーロ預金して起業するっていうのが条件です。
はい、続いてですね、移住の流れですね。で、僕がね、実際にやったことをね、紹介しますけども、僕はね、ビザコンサルにお願いしたので、結構やることもね、なかったんですけど、で、別のコンサルに頼んだりとか、まあ、自力でね、申請する場合とはね、ちょっと違うかもしれませんけども、参考程度にね、聞いてみてください。で、まずですね、日本ですることとオランダですること2つあります。で、オランダに行く前のね、日本ですることなんですけども、まず資金を用意ですね。先ほど言った4500ユーロ預金しないといけないので、あとで生活費とかね、家賃とかいろいろありますけど、まずはその資金を用意しないといけません。で、戸籍謄本は市役所でゲットできると思うんですけども、アポスティーユですね、戸籍謄本を海外でも使えるようにするっていうのがアポスティーユですね。それは外務省でやってもらいます。で、そのアポスティーユ付きの戸籍謄本を翻訳者に翻訳してもらうんですけども、この翻訳者っていうのは公認の翻訳者ですね。そちらの方に翻訳してもらいます。で、続いてオランダですることなんですけども、まずは賃貸契約ですね。オランダはですね、住所がないとそのビザの条件の住民登録ができないんですね。で、住民登録ができないと開業届も出せません。あと銀行口座も開設できないので、そのビザの条件の4500ユーロの預金もできないんですね。なので、その住民登録っていうのがまず必要なんですけども、家をね、探さないといけないです。ホテルとか宿とかは、ダメなので、住民登録ができる家を探して契約しないといけないんですけど、これが一番ね、オランダ移住で大変なところですね。詳しくはですね、動画の最後の方でね、話していきますので、まずはね、ざっくりと、手順をね、説明したいと思います。で、賃貸契約できたらですね、次に、住民登録をします。市役所で住民登録して、BSN ナンバーっていうね、番号をもらうんですけども、日本でいうマイナンバーですね。で、BSN ナンバーをね、ゲットしたら、移民局で仮滞在許可をね、もらいます。で、続いて、KVK の登録ですね。こちら、KVK っていうのは、オランダの商工会議所ですね。で、こちらで、BSN ナンバーがあれば、商工会議所で事業の開設ができます。で、ここで、登記簿謄本を取得できます。この登記簿謄本があれば、オランダの銀行のね、ビジネスアカウントが開設できますので、KVK 登録できたら、銀行口座の開設ですね。ビジネスアカウントと、まあ、プライベートアカウントもね、開設します。で、ビジネスアカウントができたら、ビザの条件である4500ユーロを日本からオランダの銀行に送ります。で、国際送金方法なんですけども、まあ、いろんなやり方があるかと思うんですが、僕はワイズを使っています。過去の動画でご紹介してますけども、手数料がね、すごい安いです。で、メガバンクだと本当に手数料めちゃくちゃ高いので、ワイズがおすすめですね。あとは仮想通貨で、送ったりもしますけども、まあ、ワイズが一番ね、使いやすいと思いますので、ワイズはめちゃくちゃおすすめですね。で、銀行口座作ったら、最後に書類を移民局に送って終わりです。で、登記簿謄本は KVK でこうもらったやつですね。で、残高証明はその銀行のウェブサイトでダウンロードできますので、4500ユーロ送ったビジネスアカウントの残高証明をこちらでダウンロードします。はい。で、最後のバランスシートとビジネスプランですね。これバランスシートは貸借対照表ですね。で、あとはビジネスプランっていうのは事業計画書ですね。こちらを作って送る必要があります。で、先ほど SBI コードに載ってる職業でも確実にビザが降りるわけではないって言いましたけど、いくらスキルのある人でもこのビジネスプランっていうのが適当だと、もしかしたらビザも降りない可能性もあるんですね。やっぱりオランダ側はしっかり納税をね、してくれる人に来てもらいたいので、ビジネスプランがひどいと却下となる可能性ももしかしたらあるんじゃないかなと僕は思ってます。ビザを申請して降りなかったっていうケース今まで聞いたことないんですけども、まあそういう可能性もね、あります。このビジネスプランとかバランスシートがどこまで見てるかわかんないんですけども、もしかしてランダムで監査が入るのかもしれないし、超適当でも全然申請通っちゃうとかもう可能性はあるんですけど、ビザ降りなかったら元も子もないので、ここはしっかりね、作っておきたいですね。で、僕はですね、ビザコンサルに全部お願いして、そのビザコンサルの提携している会計士さんが全てね、作ってくれたので、ほとんどこの書類作成に関しては何もすることなかったです。で、移民局に送ったら、あとはビザが降りるのを待つだけですね。なので、僕はビザコンサルにほとんどお願いしたので、必要な書類ってもっとね、もしかしたら細かいところあるのかもしれないんですけども、僕がね、今回ビザ取得した手順としてはこんな感じです。はい、続いて移住費用ですね。どれくらいこのビザにですね、お金かかったかというと、まずはですね、預金しなきゃいけない4500ユーロがあります。で、あとはビザ申請料が今だと1400ユーロぐらいですね。なので、ビザだけで4500ユーロプラス1400ユーロで、だいたい6000ユーロ、かかりますね。日本円で言うと80万円ぐらい。今、円安やばいっすね。ちなみにですね、この預金しなきゃいけない4500ユーロっていうのは、永住権取ったり別のビザに変えたりとか、もしくは日本に帰ってね、もうオランダのビザいらないってなったら、4500ユーロ返ってきますね。その辺はね、ご安心ください。で、あと必要な費用としたら生活費ですよね。いろいろかかってきます。家賃とかね、光熱費とか、食料とかね、かかりますので、家賃がですね、
デポジットと合わせると3ヶ月分必要になります。で、1人の場合、シェアだと1000ユーロ以下では借りれると思います。800とか600あるかな、まあ1000ユーロ以下で、まあ、シェアハウスだったらあります。で、1人暮らしだと、まあ、1000ユーロ以上はいっちゃいますね。だから1000から、まあ、1400とか1500ぐらい。まあ、1000ユーロだとして、デポジットで2ヶ月で、合計3ヶ月分なので、まあ、3000ユーロは、かかりますね。初期費用で。で、僕の場合はビザコンサルにお願いしたので、だいたいこれが1000ユーロぐらいですね。なので、その最初のビザの申請に必要な、6000ユーロと、その家賃とか、ビザコンサルでだいたい1万ユーロぐらいですね。で、140万円ぐらい。今で言うとかかりますね。で、毎月払うお金もね、ありますので、まあ、保険とかね、保険も入らないといけないので、まあ、月100ユーロぐらいです。で、あと光熱費とか、で、まあ、今100ユーロちょっとでいけるのかな。うちはね、めっちゃ高いんですけども、まあ、100ユーロから200ユーロぐらい光熱費。まあ、ネットとか、まあ、生活費とかね、いろいろかかりますので、その辺はね、ご自身のどれだけ節約するのかっていうのもあると思いますので、毎月の生活費がかかってきます。で、生活費の動画は、こちらの動画で僕の生活費のすべて公開してますので、こちらもね、参考になるかと思いますので、動画見てください。なので、その全部合わせると、まあ、最低でも、200万ぐらいはね、あった方がいいかもしれないです。で、まあ200万って言っても、その4500ユーロと、あとそのデポジットですね、2ヶ月分ですね、それは返ってくるので、家賃が1000ユーロだとしたら、6500ユーロぐらいは返ってきますね。だから80万ちょっとは返ってきます。だから200万必要でも、実質は120万円ぐらいで移住ができちゃうっていう状況ですね。はい。で、最後のトピックですね。ビザとその移住後の落とし穴についてですね。まず移民局が今激混みしてます。なんでかわからないんですけども、予約が2ヶ月以上先になりますね。で、移民局に多分2、3回ぐらい行かないといけないんですね。ビザ、取得するために。なので1回の予約で2ヶ月ぐらい待たされるので、かなり時間かかるかもしれません。ネットで予約できるんですけども、まあ、電話とかしてキャンセルがないかどうか確認して、タイミングが合えばもっと早く予約が取れるかもしれませんけども、まあ、基本的に時間がかかるっていうふうに思っておいた方がいいと思います。僕でも3ヶ月ぐらい、かかりました。なので、それまではパスポートに貼られるその仮滞在許可証っていうのがあるんですけども、それが ID になります。ビザが降りて初めて ID カードをね、もらえるんですけども、なので ID カードがもらえるまではそのパスポートがね、ID カードの代わりになるので、その辺がね、ちょっと、まあ、デメリットというか、まあ、特に別に ID はその毎回毎回使うもんじゃないので、そんなに重要ではないんですけども、まあ、そういったね、移民局が激混みしてるっていう状況があります。はい。続いて、物価ですね。最近めちゃくちゃ高くなってます。僕のね、初期の動画で野菜とか果物めっちゃ安くて美味しいですってね、いう動画をね、上げてるんですけど、もう最近ね、めっちゃ高いです。ロシアとウクライナの戦争のね、関係がかなりでかいと思うんですけど、野菜とかね、お肉とかね、去年と比べても数パーセントね、値上がってます。で、ガス代も2年前と比べたらね、本当にね、高くてね、もうやばいです。多分2万円ぐらいね、上がってますね。2年前と比べたら。ガス代もね、まあ、過去の動画で上げてるんですけども、毎月5万円ぐらいね、今払ってますね。で、家賃もですね、毎年数パーセントね、上がるし、生活コストは数年前と比べたら本当にね、上がってますね。でもまあ、その分オランダは、最低賃金が日本より500円ぐらい、高いので、まあ、普通のね、お給料とかもね、まあいいので、ただ僕らね、個人事業主はね、かなりきついですね。でもまあ今円安なので、ユーロが稼げるっていうのは、まあメリットの一つかもしれないです。で、最後ですね、家探しなんですね。これが今回のビザ最大の難関ですね。そもそもですね、オランダで収入がないと家を借りれないんですね。日本のね、残高証明をオーナーに見せて、まあ、説得しなきゃいけないっていうね、こともあるんですけど、日本でも家を借りるときに自分のね、収入がないと家を借りられないじゃないですか。自分だったら嫌ですよね。家を貸してください。収入はどれくらいあるんですか？ゼロです。絶対貸さないってなりますよね。で、さらにですね、借りれる家が見つかっても、その住所で住民登録ができるかが重要になってきます。住民登録できないと銀行口座も開けないし、事業も開設できないので、住民登録は超大事なポイントなんですけど、家によって住民登録できるできないがあるんですね。もうその住民登録がその家で誰かに先に登録されてしまってるケースも結構あって、実際にそこに住んでないけど住所だけ借りてるっていうケースもあるんです。まあ、その場合多分オーナーにいくらか払って住所をね、借りてるんだと思うんですけど、なのでその物件が全部が全部住民登録できるとは限らないんです。で、しかも家によって登録できる人数って決まってるんですよね。間取りとかもね、結構関係があって、例えばワンベッドルームなのに5人ぐらいで、ね、登録してると
これは市役所もびっくりしますよね。こんな狭い中5人住んでんのみたいな。物理的に無理でしょってこうなるので、大体この間取りは何人までっていうふうに決まってるらしいですね。ということで、オランダの収入がなくても OK で、で住民登録ができる家となるとかなり絞られるんですね。ただね、探せば絶対あるはずなので、それこそ、ね、田舎とかね、もしかしたら結構、穴場物件とかね、あるかもしれないし、いろんなね、検索サイトもあるし、あとコネクションもすごい大事ですね。で、あとは Facebook グループがあるんですけど、そこで家を貸してくれる人いないかどうかね、投稿してみたりとかね、すれば何かしら、情報がね、得られるかもしれないので、そこだけねちょっと難しいポイントではありますけど、そこさえクリアできればオランダの移住は比較的他の国と比べて、そんなに難しくないので、ぜひそこはね、頑張ってみてください。はい、以上がねざっくりとしたオランダ移住方法なんですけども、もっと詳しくね知りたい方はね、こちらの動画上げていますし、他のね移住系の動画も、ね、出してますので、そちらも見てください。はい、ということでこの動画いいなと思っていただけたら、ぜひね、いいねボタンと、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で、バイ。